ドルネームゼルコバさん、あ、ゼルコバさんからいただきました。先週もありがとう。ありがとうございます。トシ君がセクシーな雰囲気を醸し出す小野大輔さんみたいに入室されました。いや、ドアーズだよ。ドアーズ買ってね。小野大輔だよ。めっちゃ宣伝してくる。あれじゃん、今日も可愛いね。それ小野さんかね。言ったことない。痛い痛い痛い。強い強い感じで。強めの肩パンいただきました。ハンドルネームアデノさんからいただきました、はい。男性の方です。ありがとうございます。花ちゃんが耳元で内緒話を囁くように入室されました。あのね、今日はね、素敵なゲストが2人もいるんだよ。マジで超楽しみだね。そうだね、でも2人っきりじゃないね。ざけんな。デュラララララジオ、略してデュラララしかけるに。おはようございますじゃないよ。こんにちはって言ってほしい。こんにちは。